北っぽいよ。北っぽいぞ。行くぜ。行くぜ。せーせーの、の、朝まで、ダラスロー！ニコラチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。マスコットサンタです。あ、トナカイだった。そして、はい、マリア PSPP でーす。はい、こんばんは、この二人で お伝えしてまいりますよと。はい。はい、朝までダラダラパチソロ実践する当番組。今回取り扱うのは発表しちゃいましょう。うん、オキスロコーナーからニューキングハナハナ。はい。そして、ジャグラーコーナーからはマイジャグラー3。お、大好き。大好き。好き。どのぐらい？ジャグラーの中で一番好きです。もうちょっとなんかこのぐらいとかさ、地球でどうこうとかないんだ？ブラジルの大きさぐらい。ブラジルの大きさぐらい、すげえでかい。うん。よくわかんねえわ。よくわかんない。はい、そして。後半は、はい、バジリスク絆となっております。また今回あれですか、うん、最初出玉バトルで、うん、勝った方が絆打てる的な企画ですよね。そうですね、ルール、うん、説明しちゃいましょうか、はい、ボーナス回生でいきましょう、はい、うん、ビッグ2ポイント、レギュラー1ポイント、はい、そして特別ルール、ジャグラーは55ゲームでペカらせた場合、はい、かける2倍、はい、花花は87ゲームだったらかける2倍、はい、そういう風になっております。じゃんけんあり、ない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 、危ない危ない、じゃんけん危ないからね。じゃんけんやばかったよね、うん、となっております。その勝負をして勝った方が絆を打てると。じゃんけんのタイミングが重要なやつじゃない。じゃんけんありだろ、モスチ君か、モスチキは買ってこないよ。うん、なんか、うん、モスクワさん今日トナカイなんですけど、はい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 、足めっちゃ短いの、ちょっと映せる。やばいよ、足は長いよ。もこみちより長えから。だってさ、うん、これがあれですよね、うん、これが、これが、これがまあまた下ってやつですよ。絶対やばいでしょこれ、はい、なんでなんで、マリアさんそんな変わんなくない？ほら、いやいや、また下、ただ私ここですよ、腰。え、腰が？私ここで、僕ここです。やばすぎじゃないこれ。僕ここです。はい、やばいね、うん、じゃあうん、これ言っていいですか？はい、せーので言える？何？うん、せーの、メリークリスマス。お、よく言えたね君ね。だってうちはサンタだよ。サンタだからね、うん、皆さんどんな、クリスマスをお過ごしになっているでしょうか、はい、もう終わったよ。あ、確かにな、まあ終わったっちゃ終わったけど、まあ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 、まあ、いいじゃないの、もう26日もう26日です。それもう26日ですって言ったら、この格好してる我々は何なんだって話になってくるからね、うんうん、本当、うん、しかも今年最後のダラソロですよ。そうなんですよ、うん、皆さん、僕らの張り切り具合見とけよ、うん、おっ、じゃあついに外に。いや、行きません。行きません行きません、寒いからね。はい、でははい、今回お邪魔していますのがですね、はい、V ゾーン阿鼻子店さんです。はいはいはい、はい、千葉県阿鼻子市、うん、天皇台駅から車で4分、徒歩なら17分くらいです、はい、パチンコ290台、うん、パチスロ114台の店舗で、はい、駐車場も400台完備されております。はい、はい、12月21日には、うん、秘宝殿伝説への道や、はい、花火マットブラックバージョンなどを導入いたしました。うん、はい、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、ネット、はい、せーの、スロット打つなら V ゾーン、ー V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 、はい、といったところで、今日もね、25なんでね、 V と25ってことで、うん、そう、はい、それ萩の月じゃなくて多分あれだよね、あクリーム大福の方かもしれない、キク服、うん、そう、太る、私ね、そう、今ね、うん、太る薬飲んでるからあんまり食べれないですよね。太る薬ってなんだよ。太る薬飲んでるの、やべえ。え、どうしたの？天井前に。別にインターだっても同じだよ。でもなんとなく気分ってもんがあるじゃん。あと仙台の新しくできた水族館まだ行ってないんですよ。あの松島水族館がなくなってできたとこですよね。マスクドには無縁の薬って。あ、これ当たるでしょ。だからハゲの月って言ってないから。ダメダメ。キック服賞味期限短いから、あれもう少し長くならんのかね。そうそうそう、486、はい、お土産で買えないですよね。はい、黄色、
あれなんだっけな、確かウルトラマンセブンの羽物かな、パチパチか、そう、それを打ちに行ってて、で僕は取れたんだけどのむちゃん一人さえ取れなくて、うんうん、ジョーズって言ったねCR ジョーズって負けてさなんでジョーズなんだよ、お、すごいプレミアや、おー、面白い、一人差だよジョーズを打つとCR ジョーズなんかクリスマスソング歌ってやつ、ああ、どうぞ、なんかクリスマスソング、うん、クリスマスソングをね、今思い浮かべたらね、うん、なんかハッピーバースデーの歌が流れてきた、なんでだどういうことだそれクリスマスソングってなんだっけ、うん、いきなり、あ、京都じゃん、京都からか、京都でな、今43、何しろ早いんだよな、すげえ早くない、お、緑だ、あ、それはクリアンじゃなくて普通のあんこに、そっちかーい、そっちかーい、この台フリーズもちろんありますよ、うん、まあ今日見せるんでね、フリーズ、おお、よし、これはうまい、うまい、うまい、これはこれはこれは天才ですよこれ、よし、赤文字だし、これはいったね、これはね、さすがにランチョで仕留められると嬉しいよね、いや、男女で仕留めたらもうこれおぼろじゃなくてもいいんじゃねえかっていう、兆候ですよね今、そうでしょ、兆候で引いたから、うん、何ゲーム171、どうしようかな、まあまあでもいっか、おぼろを外、万が一外した時のことを考えて、うん、黄色でおぼろでいこう、うん、整列順なんですね、うん、入場方法が、だから多分そういう人がいっぱいいるんだと思います、え、まあ、ジャックチェリーしか弾いてないよ、同色やん、わあ、すげえ、ウハなったね、はい、あ、異色だからこれ駅当たりますよ、ちょっと当たってますよ、じゃあ天然にします、緑ね、天然にしよっか、何ゲーム今、265、ウーハーで移植だと AT が濃厚らしいですよ、殺戦茶目、茶目か、あ、茶目当選だって、茶目引いてたの、いや、見てなかった、痛いぜ、あの音、超高のベルリップ、あ、超高角中に、あ、そうね、チャメで BC と抽選してないよね、通常超高角中に最後ジャクチュエリー引いたんだよね、ゼロ回だよ、ゼロ回って普通だっけ、わかんないです、告知V6 の岡田くんが黒田官兵衛さんを演じたらしいですよ、ああ、そうなんだ、忘年会終わり、お、おかわりなさい、お、赤だリプレイで赤だねあんま見なくないこれ、ね、リプレイ当たったんだじゃあ、まだまだ、お、いきなりレインボーや、まだまだ、え、忍法、徳と足場、お城を倒せ、174、トーラ玄之介、リプで、そこは超広角だったってこと、同色じゃないもんね、わかんない、裏のコメントでは、本前調子したのよってちょっとスロ的な用語で言ってる感じですね、
業界用語使うな。うん、まあ一人でやってたらガチやが、そう、まあ友達やってるってことはね。まあ一人で、一人ではやってないとは言ってないけどね。一人でやったの。バイクがありました。はい。おい。なんで行こうか最後。最後なんで行きます？特にない。特にないですか？元のステージ。元ちゃんじゃない。天天前天元の。玄之助が多いね。じゃあ最後また玄ちゃん見せてくれ。 OK、うん、おこれ漏れたんじゃない。まあまあ大きいよ。たっぷりきそう。あれあれあれ外した。入れちゃうよ。えい、おめでとう。いや、やるじゃん。さすます、さすますですね。はいはい、はい、バジスク絆1413番台、235-0回 BC0 回からスタートしました。で 1,2,3,4,5,6 回ハマって、BT 入って、これが何にも引いてないのに5連したんですね。なので継続が良かったんじゃないかと。で次赤 BC から一発で入って単発で、また一発で入って、AT 入っての560枚まで伸びましたと、はい、でその次また赤青同色、これもう終わろっかって言ってたんだよね。おう、うん、おで一発目で入って AT 入り468枚といったところで、まあ良かったね。最初にハマった以外は、うん、いい台でした。良かった良かったよ。はい。